失業手当についてまあお話しますけど、まあ、僕は失業手当をあの満額もらったことがあるんで、まあ、知識があるんでお話しますで。シンプルに結論から言うと、失業手当をもらうために、あ早くもらいには越したことないじゃないですか。1日でも早くもらいたい。それが別に会社都合だろうが、自己都合だろうが、何だろうが、そのためにはどうすればいいかっていうと、 退職した翌日に必ずハローワークに行くってことが大事です。そこで、離職票があってもなくても行くってことです。離職票があれば、まあ、すごいね、あの、シンプルに、スムーズにことが運ぶんだけど、ない場合は、あの、行って、あの、借り手続きっていうのができるんですよ。まあ、会社から離職票が届いてません。で、要は、その、借り手続きした日から、 ハローワーでは、その、失業給付の期間として数えられるわけですよ。それが、要は、待機期間とかいろいろあるけど、変にね、計算しちゃって、待機間期間が7日だから、その7日後にあの行けばいいんだとかいうのは絶対間違いです。なるべくその、手前手前、巻き巻きにするためには、必ず退職した翌日に、 ハローワーワクに行くってことが大事です何回も言いますけど、離職票があってもなくても行くってことが大事だそこから初めてあなたはハローワークでこの退職して、その失業手当をもらう人間としてカウントしますって数えられるわけですよ。そこでね、あの1週間とか2週間とか変に間を空けて、初めて退職してハローワークに行ったって日が遅くなると、 そっからさらに、あの、後手ごてになるんですよ。要は、それが、あの、会社都合で辞めた場合っていうのは、すごいラッキーで、1月後にもらえるわけですよね。まあ、早くて。で、そのためには、あの、必ず退職した次の日に行って、初めて1月後ぐらいにもらえます。で、自己都合の場合は3ヶ月後なんだよね。だから、まあ、どっちにしろ、まあ、早くもらうには越したことないから、必ずすぐハローワークに行ってください。まあ、念のためね、まあ、 あのまあ、僕の話を聞いてすぐ行くんじゃなくて、まあ、自分は離職票がないけどあの早く失業手当を、ね、あのもらいたい場合はあの退職した翌日に行くのがいいんですか離職票はありませんけどってことを電話をして確認してあの行くってのがあのが一番賢いですね。まあ、オンラインが、ね、この普及するこの昨今ですけどあの必ずすぐあの離職した次の日に 退職した次の日にハロハローワークに行くってことがめちゃくちゃ大事です。まあ、これはね、もう僕は口を酸っぱくしています。あとで知って後悔するんだよね。でもそれってもう時計の針戻せないからどうしようもないじゃないですか。ということでね、これは素晴らしい知識なんで、ぜひ皆さん頭に入れておいてください。じゃあ以上です。どうもありがとうございました。